はい、本日のテーマはクロッキーからの線の抽出というのをしていきたいと思います。薄いクロッキー用紙2枚使っていきます。鉛筆は 4B で書いていこうかなと思います。見えやすいので。で、作品とかを作る時の下絵とかに便利な方法なので、よかったら試してみてください。とそれとスケッチ、クロッキー、ドローイング、デッサンという言葉をよく聞くと思うんですけれども、それの分類みたいなものをちょっと分かりやすく説明もできたらなと思って動画を作りました。まず1枚目の紙には、人物のクロッキーを行っていきたいなと思っています。クロッキーが、英語ではスケッチなんですけど、日本では人とか動物、動くものを素早く線のみで描く方法を指して使いますね。授業でもそういう風に使ってます。長さを測ったりこうあまりせずに、進めていきます。で、デッサンはですね、日本では素描と言ってるんですけれども、物の形、明暗などを紙の上に再現することを指しますので、クロッキーと違い、じっくりと長さや明暗を比べて書いていってもらえたらいいかなと思います。スケッチなんですけれども、日本では写生会とかでスケッチ、言われますが、大まかに輪郭や特徴を書き記していきますので、作品の下書きのような時にもスケッチと使っています。人物、クロッキー、風景、スケッチというふうに覚えたら楽かなと思います。で、動画の絵は、写真からちょっと描いてるので、少しスケッチのような描けもちょっと入れておきます。これはお好みでいいと思うんです。まずは、クロッキーで、その人物、対象物の特徴みたいなのを、こういうところが印象だなっていうところを撮っていってもらったら。で、このクロッキーを下に透かせながら、線の抽出を行っていこうと思います。で、その線ですね。もっとドローイングのように勢い、感性に任せて、ドローイングっていうのがですね、まず、英語では、デッサンと同じ意味で使われてるんですけれども、日本でのドローイングは、即興性のある絵、それこそ子供の落書きとかもそうなんですけれども、書き手の内面や個性を表すものとして使っています。ドローイングの綺麗な作品とか僕大好きですね。デッサンは現実世界、ドローイングは制作者の感性と覚えたらいいかなと思います。この動画で紹介させてもらってるこの2枚の絵を使う描き方で、線を抽出していけば、線の強弱、太い、細い、そういうのを自分の感性で、描けれるので、ちょっとドローイングの練習、ドローイングのこの感性に任せてその対象物を撮るというものの練習になるかなと思います。また今度、ドローイングを動画で作りたいなとは思っています。今回はあくまでちょっと作品作りにもつながる便利なやり方として、ちょっと透かせて書くというところさせていただいてます。はい、まとめです。ちょっと僕流に言ってます。ドローイングは感性、スケッチは風景画や静物画の下絵、クロッキーは動く対象物の線による即描、デッサンは形状や明暗を正確に書き記すといったところで、覚えておいたら楽かなと思います。と動画の方でではですね、この後ちょっと色もつけてみたいなと思います。その水彩で薄
すらと乗せていきたいんですけれど、この鉛筆の線を活かした感じで、薄塗りしたいので、水彩画なんで、ちょっとその不透明気味にした方がいいのかなというところで、白を色に混ぜていきます。肌色塗るんですけど、この肌色黄色赤で、ホワイトを混ぜた色にしてます。で、もう一気にあまり細かくせずに面で塗っていくような感じですね。で、色の目の端みたいなのは、ティッシュで拭き取ったりとかしてつけていってるような感じです。で、筆の方はですね、キャッツタンというのを使ってます。細い穂先と太い、根元のところで、太い細いが出やすい筆となってます。このままなんとなく陰影をつけながら、あまり濃くならないように仕上げていけたらなと思います。またさっきも伝えましたが、ドローイングの方はまた書いてみたいなと思いますので、そちらの動画もまたよろしくお願いいたします。この動画お役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。